それは一応ちょっとかけてて、まあキャンダイで染めることができるっていう感じをかけてる感じですね。でシロップのように甘く染めることができるという意味も含まってます。キャンディーシロップ今2年前からオープンしたんですけど、以前はまあ下北でビバキュートキャンディーっていう名前で美容室をやってたんですけど、そうです、いやでも、そうですね、小学生か中学生ぐらいですかね、髪の毛をやるのが好きだったんで、髪の毛をいじったりとかするのが好きだったので、それでという感じですね。そうですね、美容学校に行ったのと、あとはまあサロンワークでって感じですね。世界観をこう、まあ、世の中に出したいっていうのがあって、それで作りました。そのこういう可愛い感じの、なんか夢可愛いみたいな感じで表現したりするんですけど、そういう空間が好きで、やはりちっちゃい頃から結構可愛いものが好きで、それでもうなんていうんですかね、しだしたのは 10年ぐらい前なんですけど、こういうのをしたいと思ってたのはもうちっちゃい頃からっていうか、生まれ持ったものっていう感じな感じですね。で、まあ、テーマがあって、テーマっていうか色のテーマがあるんですけど、ピンクと水色とパープルを基準にしてるんですよね。でパステルカラーの色なんですけど、それをテーマにしたこうお店を作りたくて、それでまあ一応レーベルの人と協力することになって、それならちゃんとしようかってなって、最初はバンドにしか興味なかったんですけど、ちょっと重たい曲のバンドが好きだったんですけど、そういうのが好きでずっと聴いてたんですけど、まあ好きなアーティストさんとかから影響を受けたのもあるんですけど、比較的可愛いファッションとか派手なファッションはそういうアーティストさんから影響を受けたっていうのもあるんですけど、バンドマンとかアイドルとかがよく来るんですよ、ここのお店に。やっぱり結構派手髪の方って、結構アーティストさんって派手髪の方、目立つ髪をする人が多いので、そういう感じで集まったんですけど、アイドルは楽器は演奏しないです。歌って踊ってって感じですね。楽器は流れてるだけです。そうですね、アイドルの子がやっぱうちのお店にいっぱい来るんで、それで影響されて、であと友達にアイドルやりたいって子がいたんで、まあ、その子の推しもあって、アイドルをプロデュースしようかなという感じになりました。まあこういう派手髪の、アイドル自体が派手髪なので、派手髪の文化も広められたらいいかなというのもあって、両方も含めてという感じですね。